はい。うれしょ。ああ、たひょうです。ついにですね、7月9日ということになりましてですね。んいうことになりまして。<laughs> えーと、Xperia 1マ i i 3が発売ということになりましたね。この日本においてもね。で、俺自身、まあ 会解はしないんですけど、<laughs> あの、SNS をですね、まあいろいろこう見てたときに、まあそうですね、SNS だけじゃないかな、あのメディアの記事とかを見ていたときに、まあいくつかちょっと、うん、なんこれは誤解じゃないのかなというか、うん、なんか、うん、なんかそういうようなことがいろいろ出てきたんで、それについてちょっとお話をしていこうと思っていて、現状ですね、 エクスペリアワンマーク3の購入者とかの、うん、コメントみたいな感じで、まず発熱、うん、すごい熱くなるみたいな話が出てきてますとうんいうところとで、あとはですね、海外の、まあ、記事を元にした、まあ、日本のブログ系ですかね、うん。ブログをなんか書いているところとかっていうのが、えーと 4K の解像度だと 120Hz で動作しないというふうにその海外のメディアの記事では書かれているんだけどもそれはそんなことはないというようなまあ反論記事的なものもあったりするのでそれどっちもどっちだなっていうのがいろいろあるんでそこら辺のところをちょっとお話ししていこうと思ってますと。 というところです、すクスピリア 1M3 については、俺自身はです、ね、購入する気はないんですよ、さらさら。ないんだけども、一応、触れそうだなっていうところがあって、ちょっとそれはそれで別途動いてるっていう感じなのは、一、まあ、つね、報告しておこうかなと、まあ、うまくいったら触れる、<laughs> うまくいったら触れる、触れるというか、まあ、どこでも触れるんだけど、それをお見せしながら触れると。 で話を戻しての、えー、発熱でこれがそのエクスペリア購入者からすげえ熱いというようなのがまあちょこちょこ見受けられるなっていうところなんですこれはですね、えー、まず前提としてちょっとあれかなっていうのがあってスナドラ8 8 8を搭載してる端末はだいたいそうよと。 この一言かなというところがまずありますよね。はい。あの、先日ね、その、お見せしてた、これこれちょっと見にくいね。ファインド X3 Pro。これはあの、ファインド X3 Pro です。ね。はい。ポッポのファインド X3 Pro。で、さらにもっと前にお見せしてたこれが、レッドマジック6ですけども、まあ、 たとえゲーミングスマホであるレッドマジック、要はファンが搭載されていて、冷却性能アップしてますっていうようなことを言っているレッドマジック6でも、やっぱり高負荷な状態に陥ると、それこそファンの回転数は上がるのももちろんですが、暖かくなるわけですよ、うん。で、こいつもね、先日そのベンチマークを測るついでに、その温度を計測した動画を上げましたけども、 やっぱり40度を超えると。いうところは、まあ出てくるわけですよね。連続でベンチマークを測った最後の方だと40度を超えてたんじゃないですかね。だからもっと長時間ゲームをしていくってなったら、それ以上の温度になるでしょうし、その時点で、まあ表面温度で40度を超えてるので、内部はもっとすごいのと、サイドフレームとか手にこう触れる面積、 が少なければ少ないほど、その厚さがちょっと敏感に感じてですね。厚ってなると思うんですよね。だからまあ砂泥888って得てしてそうだよね。みたいなのがあります。で、これはまあ毎年毎年新しい soc 発表されて、それが搭載される端末が出てくるたびになってるので、もちろんその過去の xperia の歴史をたどるとですね。 爆熱騒動があったわけですよ。Z シリーズの時にね。まあ、それも記憶に入る。まあ、あるからっていうのもあるかもしれませんけども、こっちなんだけど、他のメーカーのものも熱いよと。熱くなることはいくらでもあったし、で、今年だけ見てもスナドラ888を搭載している端末は熱くなるよというところです。はい。これがまあ前提としてあるっていうのと、あの、 スマートフォンを機種変した後に起動してその後やることといえばデータの移行だと思うんですよね。まあ最近だと iOS もそうですし、Android も、えー、機種変して起動させたままの、まあ、アクティベーションの作業中に前の機種からのデータ移行みたいなものがかなり簡単にできていてまあそれをやっていく中で言うと一気にアプリケーションがダウンロードされるのと 元々インストールされているプリンアプリ、これは Google のアプリだけではなくて、キャリアアプリも含めですけども、そのタイミングによっては、それぞれのアプリのアップデートも一気に始まったりするわけですよね。で、プラスデータ通信がその他の部分で、まあそのメールとかそういったところも一気に来ると。ニュース関係も来ると。ね、アド情報とかも全部通信すると。一気に高負荷な状態になるので、 まあ、誰しもが経験あると思うんですけど、機種編直後、機種編して、電源入れて、いろいろ設定をして直後って、まあ、こんなに熱くなるっていうぐらい熱くなるじゃないですか。うん、かそういうのもあるよねっていうふうに思います。で、プラス、まあ人によっては充電しながらそういう作業を行う方もいるでしょうからね。うん、ここら辺は人によりますけど。なので、 まあちょっと冷静になんなきゃいけないなっていうふうに思っていて、うん、現状で、まあ、高知なんですけど、俺は今回のエクスペリアに魅力を感じてはいませんが、魅力を感じて購入するというところで、ちょっとなんか、うん、それぞれのまあ反応を見つつだったりとか、まあ、あとは自分のお財布、そのお財布にお金が入る時を見越してというかね、だから飛びつかけなかった。うん エクスペリアに飛びつけなかったけども買う予定なんだという方がですね、いて、現状その SNS なんかで爆熱だというコメントとかを見て心配するのはちょっと、うーん、そういう前提もあるよと。心配しすぎても良くないよというふうに思うところでありますね。え、うん、で、あとですね、その、さっき言った、 メディア、ブログメディアが海外の記事をも持ってきてっていう話。これはですね、あの、さっきも言いましたけども、そのブログメディア的にはですね、えっと、海外の老舗ガジェットメディアの方で、エクスペリア1マーク3の検証だったり、レポートっていうのが上,げ上がってるんですけど、その中に、えっと、 4K の解像度に設定をすると、えー、60Hz では動かないというレポートがあったっていう話なんですね。だけども、本人、本人というか、著者的には、えー、ソニーの方に問い合わせをしたら、4K 解像度でも 120Hz で動きますという回答を得ましたという話なんですね。そういう報告をあげてるんです。で、これは、 えー、その元記事となっているであろうものも含めて俺は確認をしたんですけども元記事とされてるのはおそらく GSM アリーナっていうちょっとあれなピントよそっちに寄せますねこの記事ですおそらくこの記事これは、えー、GSM アリーナっていうえっ、ー、とまあガジェット系のメディアの老舗なんですけどこの中にアワーソニー パワーソニーエクスペリア 1M3 ビデオレビュー is out っていうレビュー記事があります。はい、でこの中に、えー、と書いてある文言として確かに 4K 解像度でやると 60Hz になってしまう。リフレッシュレートが120ではなく 60Hz になってしまうというようなことが書いてあります。が、 あの、この前後にもうちょっと違う、まあ、前後ってか、その前にもうちょっと違うところが書かれていて、一言、一部のアプリではということが足されてるんですね。うん、だから、その日本の方のメブログメディアもちょっと、そこをはしょってやっちゃってるんで、サも。 海外メディアがちょっと正しくなくて自分が正しいんだみたいな感じのものをちょっと演出しすぎかなっていうふうにちょっと思ってたりするのとこれをまあうんとフラットに見るともちろんこの海外メディアももうちょっと詳しく書かなきゃいけなかったよねっていうふうに思ったりするところがあってあのー ま、このエクスペリアだけに限らないですし、まあ、この 1M3 だけではなくて、5M2 のところからも一応 120fps の動作をすると、リフレッシュレートに対応して、F F、fps 出せるというようなものがなっていたわけですよ。解像度は違いどね。あと今日までに、ええー、まあ、こういったゲーミングスマートフォンなんかを筆頭にですね、 120どころじゃなく百て、165Hz とか、あとは最近のアクオス R6 とか、まあその前からもそうですけども、疑似的に 240Hz っていうのができたりとかっていう、あるので、そういったものを試している方々だと、周知の事実だと思うんですけど、一部のアプリで、えぇ、ー、60Hz になるは、 当たり前じゃないっていうところですよね。だから何も記事にするのもちょっとおかしいのと、記事にするんだったらするで、ちょっともうちょっと詳しく書かなきゃいけないよねっていうのと、あとそのブログメディアの方も、その前提としてこの海外の記事の方で、 一部のアプリでっていう言葉が加えられてるにも関かかわらず、さも全部を否定されてるように書かれている風に見せてるっていうのがちょっと違うかなっていうふうに思います。で、アプリが対応しないと、たとえ 4K 解像度でなくともフル HD だったとしてもですよ、これが。120Hz 出せないし、90、Hz、だって無理だったりするんですよね。で、これは、俺自身が、あの、 去年とかも含めてですけども、ゲーミングスマートフォンで、まあ、こう、144Hz 出せるとか、そういう機種の中でゲームを試すときに、どのアプリが、えー、そういった 120Hz とか、そういったものに対応してるのかっていうのを一部試したわけですよ。で、やっぱりそのタイトルの中には、120Hz に対応してる機種は、120fps 出せてると。表示できていると。 いうのもありましたし、対応できていないものは60止まりだったりとか90止まりだったっていうのはその時に出てるんですよね、うん。なので、ここは冷静になってもらいたいなっていうふうに思っていて、で、ソニーのホームページなんかも見ていただきたいんですけど、ワンマーク3のね。そこにはね、注意書きが書かれていて、まあそのままあの、正確に読むのであればね、 ちょっとこっちにもう一回寄りますけど、ソニーのこれはワンマーク3のサイトの 120Hz のディスプレイのとこの項目です。この注意書きのところに、まず前提としてその 4K で 120Hz するための設定が必要ですということが一言添えられて、かつディスプレイリフレッシュレートはコンテンツやアプリの使用により異なる場合がありますという注意書きがあるんですね。 ここはね、ソニーさん良かったね。えー、これはもう、これ、まあ、海外とかね、その日本に比べて訴訟問題とかが頻繁なね、うんと、この国々でも商売してるだけあって、注意書きを書いとくのは良かったなと。<laughs> しかもその注意書きをですね、なんか下の方にまとめて書くんではなくって、そのコーナーのところに、 ちょっとしっかりと書いておくっていうね。それはもうね、あの、正しいね、<laughs> やり方をしてくれたなっていうふうに思うんですけども。だから、その、当然ながら、プリンアプリはほぼほぼ大丈夫なんだと思うんですね。ソニー自身が用意してる、このワンマーク3の中にプリンされてるアプリはね。で、プラスサードパーティー。うん、これはその SNS もそうだし、ゲームもそうだし、まあその他のツール系のアプリとかも全部そうですけども、 開発側がですね、サードパーティーベンダーの方がですね、この 120Hz に対応させていない限りは、うん、基本的にはまあ120出ないよねっていうところですよ、まあ。一緒に仲良くやってる例えばゲームだったらコールドオブデューティーとかそこら辺は120ちゃんと出るようにされてるでしょうしもっと言ったらこの縦長のディスプレイで遊びやすいようなそのインターフェースデザインに、うん、されてるんだと思うんですね。 だけども一部ですね、まあそういったものをなかなか全ての機種まで、うん、考えていないベンダーのゲームとかで言えば120は出していないとか、ま、う、た、ん、はそのツール系のアプリとかでも、まあ、このアプリで120必要とかっていうふうにベンダーが思っている場合には、まあ 4K 解像度でかつ120っていうのはでで出てないだろうなというふうに思うんで、 あのこの点に関してもどっちもどっちというか、で、ユーザー側はもうちょっと冷静に、この、なんこう、ね、その自分がいつも使ってるアプリで、うわ、4K 解像度120出てないよって、ならないでいただきたいというところですね。で、俺自身はやっぱりこのエクスペリアの最上位、フラグシップモデルはですね、4K 解像度必要だと思ってますし、今回はですね、その、 昨年までの予想に反して、しっかりとネイティブで 120Hz、えー、動作するっていうのをこなしてきてるんで、そこら辺は大いに買ってるところなんでね。うん。ここら辺はソニーよくやってくれたなっていう風に思ってるところなんですけども、ちょっと一部ね、ちょっと先走ったようなそれぞれのメディアだったりとかいうとこもそうですし、ユーザーの反応っていうのもあるので、えっ、ー、と、先ほどの熱問題とされてることもそうなんですけども、 購入をこれから考えてる人はですね、もうちょっと冷静に、えー、それぞれのレポートとかが上がってくるのを待って、えー、判断するっていうのも必要かなっていうふうに思いますね。その、ネガティブ要素ってどうしてもいいことに比べると割とパンチ力があるじゃないですか、何でも。まあ、白に対して黒が勝つよね、みたいな。<laughs> まあ、それはまあ、あれですけど。 なので、ちょっと、こう、耳にね、入りやすいかもしれないんだけども、まあ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 、ちょっと冷静になって見てみるのもいいかなというふうに思いますね。うん、俺なんかも割と、そのエクスペリアに関しての、うん、まあ、人から見たら俺がネガティブなことを言ってるように捉えられてるかもしれないですけど、俺は割とフラットに見て思ってることを言ってるんで、あれなんですが、うーん。 これ自身もですね、えー、とこれからもまあ冷静に見ていこうかなっていうふうには思いますかね。一応、海外の方のレポートだとバッテリーの持ちがやっぱり良くないっていうのは出てきてるのでおそらくまあこれは解像度もそうだし高いリフレッシュレートもそうだしっていうでプラス、その根底にはスナドラ888っていうものがあるからだろうなっていう感じはするんですが、まあ、あとはですね、これにプラス余韻を挙げるとすればあの各 そのサードパーティーアプリのリッチ化ですよ。うん。コンテンツのリッチ化。うん。そこも出てくるだろうなっていう感じがするので、あのー、前使っていた、なあ、それだけじゃないね。5G だったりとか、そういうのもあるからね。 うん、だから前使っていたスマートフォンよりもバッテリー容量が多いのにもかかわらずちょっと電池持ち良くねえなっていう風になるのは結構当然かなという風に思います。え、ね、なんかそんな夢のようなことは起きないわけですよ。あれもこれも良くなったっていうのはね。だからそこら辺はまあ受け入れながらねやっていくしかないと思うんですけど。まあ。ただね、俺自身もソニーが好きなので、 彼らに対してすごい期待値を高めてる部分もありますから、まあ、少しでもねちょっとネガティブなことがあったりするのは間近とがっかりはしたりするんですけど、まあ、現状で買う予定を立てている方々はですね今ポン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 上がってきているようなレポートもちろんそれは参考になるとは思いますが全てを鵜呑みにするのではなくね あのもうちょっとフラットな目で見るっていうのが必要かなというふうに思います。とりあえず俺から見たところで言うと、現状出てきているその発熱だったりとか、えー、4K で120出る出ないっていうところに関しては、こういう見解だというところですかね。カメラに関してはですね、この動画を撮影してるときはですね、まだちょっと日本、日本人でのカメラレビューっていうのは出てきてないので、 判断はしかかねるっていうところですかあのツイッターフォローしていただいてる方はですね、俺自身があの YouTube に上がっている他の外国ですでに販売されてる地域で、えー、他のスマートフォンと比較しているカメラ評価動画みたいなのを、えーと、それに関してコメントをしたりしているので分かってると思うんですけど、現状で分かってるのは、まあ大体が海外はギャラクシーと比較してたりするのが多いんですけど、 ちょっとね、露出に関して癖があるっていうのがエクスペリアかなというところですね。あの、同じ明るさの、まあ、昼間ですか、外で撮影したりしてるときに、エクスペリアの方が、うん、ちょっと白飛びすることが結構多い、うん。で、色味に関しては、もう好みだと思うんでね、うん、なかなかあれですけど、派手にするのと、まあ、そのまま見た、 ものに近しいの。まあ、個人的にはもうどっちもある程度調整できるからよくねって思ったりもするんですけど、特にロー、ローでね、あのー、保存できるんだったら、後から編集したらええやんとか思ったりするんですが、ま、とりあえず明るさ、露出に関してはですね、ちょっとエクスペリアの方が癖があるって感じですかね。ちょっと白飛びすることがちらほらあるのと、逆に暗い時っていうところでも、 黒が潰れてしまう、暗い部分が潰れてしまうというのが多く見られると。もちろんその各々の、えー、撮影する環境にもよると思いますけど。まあそういうのが多く見られるなっていう感じですね。あとはですね、うん、手ぶれ補正に関しては、まあ他の最近の Galaxy もそうですし、まあ、iPhone もそうだったりするんですけども、だいぶ素晴らしいじゃないですか。 で、エクスペリアと比べるとってとこにそんなに差はなくねって思ったりします。あと最近の日本で言うとアクオス R6。これも素晴らしいんで、手ぶれ補正に関しては。うん、だからそこも功を続けがたいのかなっていう感じですかね。うん、まあカメラにこだわる人はそもそもそんなにもともと手ぶれ補正がありながら撮影するってあるのかなって思いますけど、ちゃんと構えるでしょ。うん。俺みたいにちょっと、 ちょっと撮るっていう時がすごい大事なんだけど、カメラ好きの人たち結構しっかりした装備もして、姿勢もしっかりして撮ってるイメージあるんで、そういう方々はまあまあんま気にしなくてもいいのかなと思ったりするんですが、どうでしょうか。まあここら辺もね、日本の方での検証とかが出てきたらね、それはそれで追っかけていこうかなというふうに思いますし、まああの、初めの方でもちょっと言いましたけどもね、俺自身もうアンマーク3は触れるようにね、動いていこうとは思ってるので、 まあ、後ほどと。いう感じですかね。はい。ということで、こんな感じです。また見てな。バイバイ。